話題始まりました。もちさんチャンネルです。今回はですね、届きました。角川から来ましたね。はい、二箱来たということで、そうですね、英検のやつですよ。見本って言うんですけど、まあ本ってね、出る前に見本が届くんですけど、これはかなり冊数あんじゃない？お、来ました。英検順に、重。すげえ冊数来るな。あ、やっぱり出版社によって違うんだね。これ10冊届くんですね、角川。結構10冊届くとこ多いけど、協調者だったら5号にされるとかっていう時もあるんですけど、届きました。はい。こんな感じなんですね。よいしょ。はっ。来ない。はい。あー、できました。はい。こういう感じの本だったんですね。へえ、知らなかった。おお、やっぱりゲラで見てる、あ、まあ、原稿ですね。原稿で見てるのとだいぶイメージが違う。もう本の方が見やすい。で、こっちが準2で、そうです。こっちがね、準1なんですよ。2級ね、昨日原稿送りました。出しました。あの、直し。ごめんなさい。なんか準1と準2が先に出るって、全く持ってないよね。なかなか2級が遅れるというね。お、いよ、こっちがピンクになりますね。はい、じゃーんという形で、はい、こちらが準1級になります。あ、こっちもやっぱり実物見た方が、実物の方がやっぱ結構いい感じかな。こんな感じなんだ、見た目。はい。で、僕が書いてあるスピーキングと、あとは、リーディングの、何？リーディングの解放みたいなところですね。あとは、武藤先生がライティングとリスニング。そう、武藤先生のね、英文のとこの奥野先生が、リスニングのとこは手伝って書いてくれてて、リーディングのところは、増田先生ですね。この英語講師オーディションにも出てくれた増田先生が、解説は書いてます。二人のサイン付き、はい。私と武藤先生のサインがここに書いてあるんですけど、はい。見えるかな、今の。どうしよう、これね、東進合宿にもう行かないから、プレゼントとかどうしよう。本のプレゼントね、いつもあったんだけど、ね、高2合宿行ってりゃ準2級の多分プレゼントして、高3の方は準1をプレゼントしたかもしれないんですけど、10冊か。まあ視聴者ね、プレゼントみたいな感じでね、いずれしてもいいかなとは思います。どういった形でやるかはちょっとわかんないですけどね。何かしら、ね、プレゼント企画しようかなとは思います、ね。サイン本プレゼントみたいなね、あったらいいかなとはちょっと思いましたね。まあ過去問の中から、結構、いい問題を選んで、で、そこから解放を書いてるって感じかな。まあ、とにかく、スピーキング、面接とライティングに、焦点が当たった本だと思ってください。そこを重視しているので、武藤先生がどういうふうにライティング書くのか、で、スピーキングだったらどういうふうに僕が回答するのかっていう感じですね。とにかく、点の取れる回答っていうのを意識して作った問題ですね。いくら英語ができても点数が取れなきゃ意味がないっていうのが英検なんで、そう、どうやったら点が取れるかっていうね、そこに注目して書いた本になりますので、ぜひぜひ見てみてください。書店オンラインで手に入れてもらえばいいんじゃないかなと思います。ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching。さあ、次はトフルの本書いて、受験系の怒ってるな、単語帳もやんなきゃ。